はい、こんにちは、ミムスでございます。白猫プロジェクト、新しいキャラガチャ出たんでね、引いてみようと思います。ようやくね、まあ、私もついにガチャ動画というのをやることになるとは、なんとも感慨深いところですね。まあ今そんなことを言ってられない、言ってる余裕あんまないくらい緊張してるんですけど、その動画とガチャのね、両方の緊張感が合わさってね、なかなか、まあ、凄まじい動機が激しいんですけど、これって、このブレイブザ・ライオン2？ まあ、なんだかわかんないけど、この限定ガチャのキャラしか出ないんですかね。フォースターのやつとか出なくなっちゃうのかな、これ。地味に、つゆはとかもついでに狙いたかったって思ったんですけどね。まあ、さすがにそれだとキャラが多すぎるから、あれなのかな。とりあえず、まあ、早速一回、間に合ったか。あー、そういうことですか。今、下見てなかったんですけど、私。なるほどね。これ別なんだ。別扱いなんだ。決着をつける。はあ、まあ、もとりあえずはこっちかな。やっぱ限定優先ではあるよな。じゃあ、早速、1466。今気づいたけど、これ。中途半端に6回引けないよね。あ、これやばいんじゃないか。やばい予感がするぞ。金が少ねえぞ。あー、なんとか 4人5人、今5人か。なんとか5人は確保できたか。はい、はい、はい、はい。すごいダウンロード入ってんだけど、出たな、早速。カピアってキャラだっけ、これは。あ、そういえば、俺、音出してねえから、こいつらのセリフ、聞けねえんだ。いや、猫のセリフ聞いて、確かこいつ、今、自分聞こえてなかったんですけど、可愛い子いるのやつのうざいやつだろ。はい、というわけで早速、星音が一人来ましたね。まあ、贅沢なこと言ってしまえば、弓はとりあえず今二人いるからね。あんまり、まあ、このドラゴンライダー、テトラ、当然として、魔導士とか今欲しいんですよね。あの、呪いの杖が来るみたいなんで。斧は、とりあえず今のところはメンツは、オーガとオレギアで十分なんで、剣もね、シャルとかダグラスいるんで。あれな、魔導士、クロスセイバー、槍、あと、武闘家？拳も欲しいところですね。それがそれぞれあんまりメンツいないんで、一人しかいないんで。1回くらいガチャ行くかな。とりあえず行きましょう。なところ白猫プロジェクトも、私完全無課金でやっております。課金はどうだろうな、入れるのかな。まあ、こうやって動画出してって、まあ、反響とかいただけたりすれば、私もねモチベーションは上がっていくので、それなら課金も考える姿勢ではあるんですけど、てかまた音を出し忘れてたな。俺聞こえてないんですよね、こいつらのセリフ。はい、はい。お、また出た。おー、来た、魔導士。欲しかったんだよ、こいつが一番。カティアだっけ。おー、また来たぞ。ん？あー、これは星さん、出てなかったやつか。なんでよ。まあ、出てなかったから、いや、出てなかったっつっても、使わないんだけどね。とりあえずまた一人出ましたね。
うん、カティア、ミカティアじゃん、ごめん、ミレイユね、名前が分かってねえぞ。カティアさっきのやつか。ミレイユ来たからね、一番今欲しいのを来たんで、正直もう退散したい気分なんですけど、どうしましょうかね。正直あのシンフォニーのキャラもね、オレギアしか引いてないんで、欲しいんですね。このテレーゼとか、とツユハとかも今めっちゃ欲しいんですよね。まあいい調子でいけてるんで、もう一回行っちまう、行ってまうか。どうする、どうする。まあテトラがね、まあ、ドラゴンライダー持ってないんで、ちょっと欲しいなぁと思ってるんですけど、どうしよっかなぁ。評判ちょっと聞くまでやめておこっかな一旦。よし、ここでやめるってのも非常に味気ないんだけど、あーこの人胸大きいね、セラさん欲しいわ。この人は欲しい、見た目的な意味で一番欲しいわ俺。オズマ、あーこいつの剣、うーん、拳なんで、拳はまだ私シャナオさんしか一人しかいないんでね、まあ、それぞれメンツはちゃんと揃えておきたい。うん、セイバーもライライしかいないんで。みんなのために、ドラゴンライダーね。まあ正直ちょっと性能とかな、みんなの評判聞かないと、個人的にあんまりジュエルは乱用はしたくないんでね。うん、一回ごめんなさい、ちょっとガチャあんまり引きたいっていう気持ちが今ないんで、短いですが2回だけでとりあえずは今のところはね終わりにしたいと思います。ちょっと味気ないですが、ご了承っていうか お許しをお願いいたします。どうしようかな、またイベントの動画とか上げるかどうかも迷ってるんですが、うん、こちらの覚醒ストーリーとかはな、どうしよっか、ちょっとやろうかどうかってところですかね。では、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。